こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食、などの食に関する知識や、シンプルライフについてなどお話をしておりまして、前回ですね、甘酒についてのお話をシリーズでやらせていただきまして、今回はですね、納豆についてのお話をシリーズでやっていきたいと思っております。で、今回納豆の2回目ですね、やっていきます。前回の動画とかを、ご覧になりたい方はですね、タイトル欄をタップしていただきますと詳細見ることができますので、ぜひそちらからご覧ください。ということで、納豆の栄養についてですね、やっていきたいと思います。で、今回のお話はこのレシチンという成分についてですね。で、レシチンってあんまり聞き慣れない言葉かもしれないんですけども、これですね、皆さんがおそらく大好きなマヨネーズを作る際に、使われる成分ですね。マヨネーズって原料作ったことある方が、いればですね、わかると思うんですけれども、原料が、お酢と油両方入ってます。で、通常ですとお酢っていうこの液体と油って混ぜても絶対に混ざり合わないもの同士なんですけれども、やったことあるドレッシングとか作ったことある方はわかると思うんですが、油と例えば醤油とかそういう水分を混ぜても絶対に混ざり合いませんよね。分離してしまいますよね。そういう状態になるのが通常なんですけれども、マヨネーズはうまい具合にそれがお酢と油が混じり合ってとろっとした状態に、なっているわけなんですけれども、その、状態にしてくれることを、実現してくれるのがこのレシチンという成分なんですね。レシチンという成分が何をしてくれるのかと言いますと、今言ったように水と油を乳化してくれるんですね。乳化っていうのは乳っていう字の化けるで乳化ですね。乳化してくれます。水と油をこのレシチンという成分が乳化することによって、ここに乳化って漢字書いてありましたね。乳化することによって、ああいう感じにうまく混じり合う、本来なら混じり合わないもの同士がうまいことを混じり合っているという状態なんですね。マヨネーズはお酢と油以外に卵黄を使いますので、その卵黄の中にレシチンがたくさん入っているということなんですね。なので、その3つを上手に混ぜ合わせれば、あんな形のマヨネーズみたいなテクスチャーができてくるということなんです。で、このレシチンという成分が、納豆にもたくさん入っているということなんですね。なので、納豆を食べることによってで、レシチンが摂取できる。で、レシチンを摂取すると、じゃあ人間の体の中でどういうことが起きるのかというところなんですけれども、これがですね、水と油を乳化してくれる成分なので、人間のこの皮膚の、部分のですね、汗と皮脂を乳化してくれるということが行われるというふうに言われております。で、この汗と皮脂がですね、乳化することによって、お肌がこうツルツルしたり、潤いが与えられたりですね、あとはこうお肌をの表面にバリアを張ってくれて、外部の刺激から守ってくれたりとか、そういったことをしてくれますので、これもですね、美肌に効果が期待できる成分ということになっております。なので、納豆を食べるとこう美肌にこうつながっていくということなんですよね。結構これ意外かもしれないんですけども、そういった成分も含まれているということですね。はい。で、汗と皮脂を乳化するっていうことはすごくそのお肌に潤いを与えたりいいことにもなりますし、さらにですね、人間の肌には表皮常在菌というのがいまして、誰しもですね、この、肌の表面に、いっぱいこう菌がいるわけなんですね。いっぱいこう
常在菌という常にいる菌がいて、まあ、それに守られているという状態なんですけれども、でその表皮常在菌も人それぞれ全然違う菌がいっぱいいて、でその菌の中にも腸内環境のお話とかを聞いたことがある方は、善玉菌とか悪玉菌とか日和見菌っていうのを聞いたことあると思うんですが、この皮膚の表面にいる表皮常在菌にも、善玉菌、悪玉菌、日和見菌というのがいるんですよね。で、その表皮常在菌の中にいる善玉菌の餌になってくれるというわけなんですけれども、まあ、この、もう一回まとめると、納豆に含まれているレッシンという成分は汗と皮脂を乳化してくれます。で、汗と皮脂を乳化して出来上がったものが、表皮常在菌の中にいる善玉菌の餌になるということですね。なので、まあ、結果的に言うと、表皮常在菌の善玉菌が増えたり強くなったりしますよということですね。なので、まあ、ただ単純にですね、こうお肌に潤いを与えたりっていう美白効果も期待できますし、あとはその表皮常在菌という菌の、まあ、いい菌が増えるというところにも寄与してくれますので、まあ、非常にありがたい成分なわけなんですけども、ここでちょっと一つ注意点がありまして、表皮常在菌の中には先ほども言ったように善玉菌もいっぱいいますが、悪玉菌とか日和見菌という菌もいます。で、そのこの皮脂と汗と皮脂がですね、乳化して出来上がったものっていうのは善玉菌にとってはすごくいい餌になるわけなんですが、これがですね、悪玉菌とか日和見菌にとっては実は毒になってしまうんですね。なので、まあ、その辺がちょっと注意というところですね。よく汗をまあ皆さんかくと思うんですけれども、そのかく汗には種類があってですね、なんかちょっとベタベタっとした汗をかく時と、全然その乾いてもう皮膚がもうほとんどサラサラで何にもこの気持ち悪くないみたいな感じのサラサラの汗をかく場合っていうのがあると思うんですけども、そのかく汗の種類によってですね、やっぱりこれがどう作用してくるかっていうのも違ってきたりします。まあ、このベトベトの汗ってやっぱり基本良くないんですよね。あんまりこう、そういう汗をかくっていうこと自体が体の中であまりいいことが起きていない状態ですし、まあ、そのベトベトの汗には、体内のこう外に出したい老廃物、いらないものみたいなのが混じっていますし、あとはそのベトベトの汗をかいている状態だと、この皮膚の上にはやっぱり悪玉菌とかがたくさんいたりします。だから、まあ、悪玉菌がいっぱいいるから、ベトベトの汗って匂うんですよね。汗がすごく匂う人っていますよね。あれはやっぱりその汗自体が臭いんではなくって、そこに含まれているその汗と一緒に住み着いている菌が、まあ、匂いを発していると、菌が腐敗して匂いを発しちゃうみたいな、そういうことなんですよね。なので、まあ、基本的にですね、そのベタベタの汗をかいているっていうこと自体が、まあ、ちょっと改善していかなければいけないんですけれども、ベタベタの汗をかいている状態で、まあ、このレシチンを摂取していくと、まあ、ちょっとですね、そのまあ、悪玉菌の、に対しての、まあ、毒とかになってしまうので、少し注意が必要ということですね。まあ、全然サラサラの汗であればですね、問題ないんですけども、そういったちょっと違いがあるので、若干まあ注意が必要です。まあ、でもですね、やっぱりこの肌に対して、いい影響を与えてくれるこのレッシンという成分ですね、ぜひ取っていきたいなというところで、まあ、そのために納豆を毎日食べましょうというお話でした。はい、ということで、次回はですね、今度はポリアミン酸という成分についてお話ししていきたいと思います。では今回の動画は以上となります。動画のですね、タイトル欄、タップしていただきますと、いろいろ詳細見ることができますので、こういったお話 YouTube でしている以外にも、発酵食のことに関して詳しく動画で学べる講座などを、用意しておりますので、
気になるという方はぜひ、タイトル欄タップしてチェックしてみてください。ということで今回は以上となります。もし今回の動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。